はい今回は山本太郎さんがおしゃべり会で語った大阪万博の本当の目的がやばい件についてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、何回もお伝えしているこの大阪万博の件なんですがまあ、僕は大阪万博絶対反対ですカジノ IR も絶対反対ですで山本太郎さんも大石彦さんも令和の方も同じく大阪万博絶対反対、えー、ねカジノ IR 絶対反対、えー、っていうスタンスなんですが 今回ですね山本太郎さんがあのおしゃべり会でこの大阪万博について話されていた内容、まあ、質問に対してのまあ答えっていうことなんですがまあ完璧でしたねでまあその話をまあちょっと僕見たんですよでそのことを見てちょっと僕なりにわかる限りあの調べたんで、まあ、そこら辺のことをですね今回は合わせて。 お伝えしていいこうと思いますので今回もよろししくお願い,いたします今回の話はですね「おしゃべり会2023年9月21日」っていう兵庫県の姫路市で行われたおしゃべり会で山本太郎さんが語られた内容ですね。で山本太郎さんにこの大阪万博についてのまあ是非っていうことをまあ質問した方がと あのまあ、聞いたんですよ、まあ、山本太郎さんが問われて、まあ、答えたんですが、まあ、その時もやっぱり山本太郎さんもおっしゃっており大阪万博の本当の目的っいうのはその後の火事の IR であるとで最初は公金税金を使わないっていうことだったんですがいつの間にかどんどん公金税金を使っているとでその山本太郎さんがおっしゃってた2023年9月21日より今ですねちょっと日にちがあ、まあ、あの立ちましてあの情報も分かってきたんで。 前もお話ししましたが、最初は公金税金を使わないゼロから、ですね気がついたら1350億に飛んで、今度1兆になって、今13兆になってるわけじゃないですか。わけわかんないですよね、公金税金を使って13兆円もこんなことをするって。で、反対する人、国民は多いんですが、何が何でもやろうとしてるっていうところに、まあ、おかしさを感じるわけですよ。で、このおしゃべり会では、いくつか出たんですが、 まあ、大阪万博そしてその後のカジの IR っていうのは何が問題なのかっていうことなんですが。 まあ治安が悪化するとかっていうのがあります。僕はそう思います。あとですね、この依存症になるっていう、まあ、そういった危険があります。あとですね、この夢島のまあ立地の問題っていうのがあります。そういったことを山本太郎さんがおっしゃって、まあその質問した方っていうのはちょっとよくわからないんですけどね、どの立場だったかっていうのは分からないし、別にその方については別にどうこうないんですけど、山本太郎さんが何を答えたのかっていうと、まあ、そういったことを答えていただいたと。で 本当の目的を国民に隠してですね、えー、こっそりこっそり大阪万博を推奨しているっていうことが問題であるということをおっしゃってるわけですよね、その通りだと思いますし、やはりさすがだなと思うんですよ。で、あの、まあ、その、火事の依存症っていうことになるマイナス面についても山本太郎さんがおっしゃっておりますし、えー、ここの時にですね、一番やっぱり注目すべきは、あその、あの、 大阪万博をする夢島っていうところのですね、まあ、その治安がまず悪くなるっていうこともありますしその経済が悪化するっていうことなんですよね。うん、でその山本太郎さんがおっしゃって僕初めて知ったんですがあこの夢島でですね火事の IR をするとそこら辺の至近距離の経済がほぼ衰退してしまうと何かがあったらその火事の IR そこでですねすべて用が済んでしまうということでそれがあ大阪ぐらいまで来るんじゃないかってだから大阪の経済がね衰退してしまうわけですよ。 でえー、もしもですね、じゃそのカジノ IR が赤字になったときは、あもうその外資系企業は死、ね、なないということで、えー、なんていうんだろう、まあ、あの責任を大阪にかぶ,かぶせてしまうで、責任は大阪は持たないといけないって、そういった不平等な条件のもと、えー、このカジノがあ、まあ、進んでいるということでおっしゃっておりました、でそのおカジノ IR の周辺の,その経済が本当に衰退してしまうということで、 まあ大阪の経済の、まあ本当ね、沈没ということだと思うんですよ。で、何、まあ、ていうのかな、カジノはまあ儲かるのかもしれません、僕はその先ほどお話したように、カジノ IR、大阪万博、絶対反対なんで、なんですが、カジノが儲かるらしいんですが、まあ、そのカジノの周辺にある、さまざ、あ、まな施設とか商売しているところとか、そういったところは大きくマイナスを食らってしまう。 で大体その距離っていうのがあ夢島から大阪ぐらいまであるんじゃないかっていうことが、まあ、言われておっしゃっておりましたでこの日本国内にですねこの外国のカジノを作るっていうことを、まあ、どうやら安倍晋三だと思うんですが安倍晋三がそういうのを了承したっていうことで佐世保とかにもこのカジノを作る話が出てるっていう、まあ、そういったことが話題になっていてそういったものも断固反対です日本政府が日本国内にカジノを作ることを認めたんで どんどんそういった動きが加速しているということで,で、そうなってくると、例えばその先ほどのお話で言うと、たまあ、例で出たサセボですが、サセボでもしカジノができた場合、ですねそのカジノの周辺の経済が推定してしまうわけじゃないですかで。山本太郎さんがおっしゃってましたが、この目的は何かというと、外国あるいは外資系企業が、ね、日本人の、日本国民の金融資産を奪うこと、それが目的であると、山本太郎さんはそうおっしゃっておりました。 で山本太郎さんのこののこおっっししゃって,話っていいい話とうのは正しいと思いますすべてですね、そのいつも、えー、お話しされているように、あのパネルを使って話されておりましたので、えーまあ、こういったことであるということを、まあ、僕も、ねえー、ちょっとわからないところがあるんですが、今回、理解いたしました。そして、えー、ここからは、ですねこの山本太郎さんのお話を聞きまして、僕、調べましたあ、一体どういうことなのかとで、そして皆さんも、僕もそうですが、まあ、日本国内で過ごす日本国民としてですね、えー、いろいろなことがやっぱりあると思うんですよ。 でえーまあ、考え方は人それぞれっていうんですが、まあ、主にですね、まあ、皆さんも僕もそうですが、そうこういった、まあ、賭,博賭博、な賭博そういったものに関しては、反対の方が多いと思うんですよ、で僕は賭博とか反対ですから、ね、やらないですし、で例えばですね、えー、よくあの、まあ、こういった話が出て、まあ、日本の近い国で、韓国ってあるじゃないですか、で韓国についていろいろ言うんですがあの、こういった事情が分かってるんですね、韓国って、ね、そのパチンコが禁止になってるんですよ。 2006年に韓国では法律が改正されてパチンコはすべて禁止になっているんですね。この話聞いたことある人いるかわからないんですが僕はなんとなく聞いたことあるんですが今回調べたらなっていました。2006年にね韓国では法律を改正してパチンコがすべて禁止になっておりました。マスコミはこのことを一切報道しませんが理由はなぜかというと理由があるんですね。パチンコにはまりですね依存症になり自枠するからです。そういったことが調べたら分かりました。 韓国でこのような、ね、配信に出た動きとしてはその依存症になって、ね、その店に火をつけたり放火とかそういった犯罪が起こったりとかそこから借金をして自丸する多数のそういったことが要因となってもうこのね韓国では法律によってこのパチンコを禁止するっていうことになったわけですねだからあの国民の暮らしを破壊するんですよこういったものっていうのはで実際にあの1人、まあ、そのことを投稿されている方がいらっしゃいましたが まあそれを知ってる人かなその投稿された方の知ってる人なんですが、えー、その依存症になってしまってその5年後に大きな借金を作って、えーね、命を絶ってしまったっていう自らね、えー、っていうことを投稿しておりましただから人生を狂わしてしまうということですこういうことっていうのはあのこ,これも合わせて同様に絶対反対であると思います。でこのこれも聞いたととあるかなと思うんですが こののの日本のパチンコっていうのはかなり闇があるんですねおそらく創始国米があこれ関係してるものだと思うんですがこの闇聞いたことあると思うんですが三点方式とかっていうね、えー、ちょっとなんか意味がわからないんですけどまああの,けあの法律で取り締まれないっていうまあ、ことなんですよあの競馬とか競輪とかっていうのとはちょっとパチンコっていうのは異質な位置にあるっていうことなんですねで、えー、パチンコは法的にギャンブルとしては認められていないっていうことが言われているんですよだから こういったことからの現金化するときに、ね、景品交換所を使うじゃないですか三点方式って言ってねあのわ,わ明らかに分からないようになんかあれが分かりませんが本の抜け穴になってると思うんですよ。でこれっていうのはあよく考えれば違法であるはずなんですよねしかし警察がこれを調べることができないあるいは警察も何がかしらの形利権に入っている可能性がある。 で今度検察もこれ調べることができないつまり検察にも何か利権がいってると思いますおそらくはっきりと分かりませんがこの3点方式っていうのの闇はですね戦後の日本で宗主国米がこういったものを何か裏で取り計らってねえ逮捕できないような感じにしてるこの3点方式っていうことで日本にそういったものがあるのでこういったものをやめるべきだと思いますそして えー、こういったものに準じて依存症の増えるものが出てくるということは国民の生活を圧迫しますしね自枠者が増える非常に悪いことですからこういったものは僕は絶対反対です多分皆さんも反対だと思いますでこういったまず背景があるということですねで今度 これれを語ららないんでですすが調べてみたたわかりまましたよくですね、えーまあ、僕もお伝えしてますが大阪万博を決めたのは誰だっていう話でね安倍菅・菅、松井、橋本っていうことなんですが実はもうちょっと深く、えー、経緯がありましたということが分かりました、今回、えー。2025年の大阪万博が決まったときにマスコミは盛り上げのムードに入りました。 世耕とかね、えー、世耕って言いますよね、世耕広重ってあの自民党の,おあの男とか、あと松井一郎とかね、あと吉村博文、吉村って今の吉村ですよ、が笑っていたっていうことで,で、そこでやはり一番笑っていたのは安倍晋三っていうことでしたね。で、そういったことで、えー、こうね、経済効果が難聴やるとかって言って、あたかもいいかのように言ってますが、全くのデタらめですね。で、これも調べた人がいて、今回このことを分かったんですけど、 大阪万博っていうのは自民党安倍政権とですね維新の会の推し進める利権なんですね、カジノ利権、そこに税金を使う、そしてその隠れみのにしようとしているっていう、まあそういったことも分かっています。だから、安倍、菅、松井、橋本はもちろんね反対しない、安倍は今あのように行きましたけど、菅っていうのは何か知りませんけど、言ってるか言わないのか、松井も言ってるか言わないか分かりませんが、橋本っていうのは大賛成してるじゃないですか、こういったものが裏にあるんですよ。で この夢島島。っていう場所ですよね、人工島あで、えー、ここでやるにはやはりこの夢島のインフラを整えないといけないんで万博開催する1年前からあ夢島の,そのインフラ整備に公金税金を使いその後ですねカジノを作るっていうその流れが決まって、えーまあ、いたと。うん そして、えー、さらにその後も決まってるっていうことが今回調べて分かったんですが2025年に大阪万博が終わった後にそこからあカジノをどんどん拡大していこうってだから大阪からですね、えー、大阪の経済が崩壊してさらに大阪からですねそのカジノが拡大していくってことで、えー、日本が崩壊するわけですねで僕が話した話とか山本太郎さんが話した話を、えー、それが本当でありそれが表面に出ると反対意見が出るわけですよ 目的は火事の IR じゃないかっていうことじゃないですか。で火事の IR に公金税金を使うっ,ったら当然反対意見が出ますよね。うん、で、えー、そのために大阪万博っていうもので大義名分を語り出して、えー、大阪万博のための、えー、インフラ整備だって言って13兆円の公金を使って別に大阪万博が終わったら大阪万博っていうのは本当の目的ではありませんから火事の IR のためにそのインフラをまあ整えているっていうことですね。で えー、ここからまたあ難しい話がちょっと出てくるんですがよくですね、まあ、安倍晋三が売国奴っていうことはわかるんですがあアメリカのトランプって言いますがトランプをいいっていう人がいるんですが別にトランプっていうのもいい人ではないんですねあの好きとか嫌いとかそういった問題ではなく日本の創始国米の、まあ、いわゆる、ね、主人ですから主人大統領ですから トランプは何を考えるのかというと、日本からどうにかこうにかしてお金を吸い上げようということを考えるんですね。そしてそのトランプに言われるがままに金を、ね、差し出していたのがこの安倍晋三という売国度です。で、これはなんでかというと、別にこれも嘘ではありません。これも調べました。何かおかしいことがあるんじゃないかなと思って今回調べたんですよ。で、その当時ですね、オフィシャルパートナーというスポンサー企業、大阪万博カジノ IR ですね。そこの中に外資系のカジノの会社が5社入っていたっていうことですね。 えー、シーザーズエンターテインメントラスベガスサンズ MGM リゾーツメルコリゾーツエンターテインメントジャパンハードロックジャパンっていうのがあるんですが。 まあ僕はこの会社をよくわかりませんが、MGM リゾーツって確か今決まっていると思うんですよね、別の時に調べてそういったものがあったんですけど、このラスベガスサンズとシーザーズエンターテインメント、MGM リゾーツというのは、トランプがですね、安倍に要求したということで、アメリカのカジノ企業なんですね、完全にここでも日本が米の属国であり、この大阪万博の本当の目的っていうのは、米の言われるがままに推奨しているっていうことがわかります。そして自民党、安倍とですね、維新の会が推し進めてきた。 カジノ推進法っていうの,の裏にはですね、このセガサミーとかっていうよく分かりませんが、その日本企業のほかに創始国米の圧力もあったっていうことで、で、そのトランプがですね、まああの大統領をしている時に、トランプはこのラスベガス・サンズっていう、 あの、外国のまあ、そのカジノ企業がバックアップしていたみたいなんですね。トランプのこと、トランプの支援者だったっていう情報がありまして、で、えー、つまりトランプっていうのは、米国のカジノ企業をまあ、日本にどん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 推し進めていくってそういったことが言われているわけですよ。おそらく本当であると思います。調べて、えー、そのことが本当であると僕はそう思いました。 で、安倍晋三とトランプが、まあ、その話し合ったときに、安倍晋三もですね、このアメリカのカジノ企業と食事をしたりしてるということで、さらに松井、あるいは吉村もこのラスベガスサンズの会長かな、アデルソン会長っていう人間と会談してるということで、ここら辺の人間たち、すべて分かってるっていうことですね、僕たち国民が何もわからないこと、いいことに、こういうことをずっとしていたということで、これが分かりました、山本太郎さんの話していただいたことから、こういった情報にたどり着きました。 そしてこのアデルソン会長というのが日本政府がカジノの面積の上限が廃止しろというようなことをこのアデルソン会長というのが言ったらしいんですがその法案がですねまんまと国会で通ってその,ねその面積の上限撤廃というのはまあそれ通っていたということでね完全にここでもアメリカの言われるがままに国会が動いているということがわかります。 だからこれっていうのは全然日本国民のためでもないし大阪万博っていうのは国民のために1ミリもなっていないっていうことはこういうことがわかるんですねそしてこういったものの旗振り役をしている人間も全く意味がわからない。 もしかしたらこういうことは知らないのかもしれない。僕も別に今回まで分からなかったんですが、まあ、何かおかしいなと思ってね、うん、で、その国民負担が増える、風民負担が増えるということで、おかしいと思っていたんですが、裏にはこういったことがあったということを、今回の山本アラさんのお話を聞いてです、ね、調べて分かりました。一人でも多くの方はこの話を分かっていただいた方がいいと思いまして、こちらの件を今回お伝えしております。そして安倍晋三とですね、松井の間で、このラスベガス・サンズ。 MGM リゾーツとかの大阪 IR のまあそういったものが決まったんじゃないかって言ってで過去にですね大石昭子さんが国会でおっしゃいましたが MGM リゾーツって今決まってるんですよねだからこの話が正しかったということはこのこの情報からもわかります大阪万博の目的は何かっていうとその後のカジの IR そしてそのカジの IR の利権はどこにあるのかって言ったらアメリカのカジの企業が儲かるそのために日本の公金税金が使われている使っている使われているそしてそれを全く止めようとしていない そそししてててかなりの無駄をいいいいるるういったこととが今行われているんだと思いますアメリカのカジノ企業が儲かるために、ねえー、その万博誘致とか、ね、無駄なインフラ整備をして多額の公金税金が注ぎ込まれており日本国民の生活が非常に困っているにもかかわらずそういったことを強行しているそしてそれに関して反対する、ね、議員とかはほとんど、ね、山本太郎さん大石彩子さん令和の方ぐらいじゃないでしょうか他の外国人とも,も全くこういうことを口にしません。 そして大阪万博が始まる1年前に、えーあえー、大阪万博の、まあ、そのあとに、えー、夢島でカジノをするっていう、まあ、ことですね、うん。だからそのカジノをする1年前までに大阪万博を、まあ、するっていうことなんですよ。 っていうことででどどどどん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 それを今推し進めてる最中ですねだから大阪万博の正体っていうのは山本太郎さんもおっしゃってるようにその後にあるカジノ IR そしてそのカジノ IR で創始国米が儲かるためのそのカジノ企業の利益利権を渡すためそのために大阪万博のインフラ整備を全て隠して13兆円という公金税金を使って今こういうことをやっている。 安倍晋三自民党あるいは維新の会っていうのは米のカジノ企業を儲けさせるために大阪万博を推奨している全て裏に利権がそういったことが隠れているとこ今回このことが分かりましたこのことからも思うことっていうのは一つです大阪万博絶対反対ですカジノ IR 絶対反対です大阪から経済壊れます日本も経済壊れます だからこの大阪万博の話をするとですね、関心を持っていた方が、ね、い,いらっしゃるので、まあ、僕も反対なんでね、えー、みんなでなんとかって思うんですが大阪だけが悪いとかってよく言うんですが別に大阪だけが悪いわけではないんですよ。す筋書きは自民党の安倍晋三から自民と維新の、ねえー、この協力のもとこういうことが行われていたということを1人でも多くの方が、えー、分かっていただければと思いまして今回お伝えさせていただきました。 まあこういった話をですね気づくあるいはこういった話がねわ、えー、かるにもやっぱりこの山本太郎さんがこういったことをおっしゃってるお教えていただくことまあ、それがあるということに感謝してますしやはりね日本を良くするためには山本太郎さんが内閣総理大臣になるしかないと僕は思っていますまあ、この話とても大切な話なので一人でも多くの方がお分かりいただければと思いまして今回調べて分かったことをお話しさせていただきました最後まで聞いていただきましてありがとうございます今回はここで終わります失礼いた